日の国光は、南北朝時代の苦行。藤原北家真夏流日の屋、県中納言、日の助と物子。官位は、十三味、県中納言、増生蔵くらい。南朝に仕えた。陽明を熊若丸と言い,い、太平記末期に、阿信天寺に見える、仇討ちの逸話によって、古来著名である。日の国光、本朝二十四高佐度から脱出する、少年時代の国光。 月岡義都氏が元稿4年、五代醐天皇の倒幕計画に参画した父、助友が、北条氏に囚われ、佐渡国に入るされた。その直後から、一家は、仁な寺の近辺に陰性していたが、元稿2年、小京2年、熊若丸は、母の反対を押し切って、佐渡に渡り、父との面会を求めたものの叶えられず、すでに守護代。 本馬入道によって暴殺されたことを知ると敵討ちを決意する。夜間嵐に乗じて、父のあだ、本馬を襲い、入道は取られなかったが、残守の本馬三郎を刺し殺した。その後、山伏に助けられて、本馬の追手をやり過ごし、商人船に乗って、佐渡から脱出したという。剣武政権下では、五代醐天皇に仕え、延元元年。 剣務3年3月に派遣された岩清水、臨時細部人の中に、左兵検査国密と見える。延元4年、略王2年岩見国国士として、新田義氏と共に、同国へ下校。翌広告元年、略王3年8月豊田城で守護、上野よりかね率いる北軍を、一旦退けたが、10月その反撃にあって敗れ、ついで、稲積城に立てこもったものの、 公国二年、略王四年二月再び寄り金に攻められて落城した。その後は、岩見を離れて、左平忠しに転じ、五村上天皇臨時の笹草となったが、昌平五年、寒能元年十月、宇治これ時の帰参を促すべく、直詞として、九州へ下校。昌平七年、文奈元年被護国に在国し、これ時に対する帰参の条件として、聖戦将軍。 亀長新郎の推挙と、菊池竹光の受けみを約束した。昭平九年、文羅三年六月までに、県中納言に任じられ、昭平十六年、公安元年十二月、四条高俊細川清氏らと京都に乱入し、二大将軍、足利義明を、大見国へ一時駆逐したが、以後は、史料上の所見がない。南朝区業部人によれば、 昭平18年、常時2年皇居した。明治時代の修身教育においては、ただたか二つながら全うした人物として、大いに献殿され、大正を4年11月10日に、生3位を追贈されている。ありがとうございます。